ごめんってみんなそんな冷たい目で見んねよ。あの戦闘狂の姿が見えない。スパルタ教師、ヘイフトゥ、電気をつけて。こんにちは、ナランノーと申します。はい、この後ゼロゲートに向かいたいんですが、ちょっと撮影スケジュールの関係で、ポケモンちょっと久々でして、で、その間にですね、ポケモンを200匹以上ゲットしてきたので、ちょっとジニア先生のところに報告に行きたいと思います。あ、ここでのジニア先生の回答によって、この後の難易度は大きく変わります。あ、300だったら多分なんとかなる。ただそれ以上の数を言われたら、ちょっとかなり難易度が高くなります。先生、頼むよ。あー、ガランドさん、どうもどうも。ポケモン図鑑200種類集めてくださったんですね。わあわあ、山のポケモン、海のポケモン。あ、こんなところにもいるんだ。すみません、取り乱しちゃいました。満足してくれたかな？おかげさまでポケモンの調査大前進ですよ。お礼にこちら差し上げますね。ありがとう。何くれるの？クイックボール。サンキューボールよ。ガランド様、ポケモンを捕まえるプロフェッショナル。次はいよいよ完全制覇。目標400種類で行ってみましょう。バカ野郎。ギャー、ひどいことするスパルタ教師。スパルタ教師、本当に難しいことですが、ガランドーさんならやり遂げられます。400ってなんだ。俺の図鑑まだ400という数字が見えてないんですが。ボールを構えてエイヤの精神でファイトですよ。今軽く口叩かないで手出ちゃいそう。スパルタ、鬼畜、鬼。無理やで400。というのも、400って、まず、御三家。これは多分エンディングが捕まるとして、こっから先で見えてないポケモンが4匹いるんですよ。そのうちの1匹はおそらくミライドン。そして、多分ゼロゲートにラスボス的なポケモンがいて、その子になると思われるんですよね。ただその時点でもまだ2匹わからないし、とりあえずゼロゲートを超えれば一応のクリアを迎えられると思うので、ちょっと迎えた後に考えましょう。ペパーが待っているゼロゲートはここにあるみたいです。ゼロゲートへ向かおう。パルデアの大穴へ行くためペパーが待っているゼロゲートへ向かおう。で、これここからは飛べないみたいなので、とりあえずチャンプルタウンに行かなきゃいけないのかな。さて。おーい、こっちだこっち。なんか古びた感じやな。あれがゼロゲートだ。パルデアの大穴の中、エリアゼロを観測する施設。ゼロゲートの中から大穴に降りんだ。そりゃあ、お前が連れてるあいつ。ミライドン？ミライドンってエリアゼロが生まれた場所なんだとさ。ほう。なるほど。じゃあ実家帰る感じかな。もしかすると、故郷に帰れるの嬉しかったりしてな。出てくるかな。どうでもいいけどよ。ペパ、ちょっとミライドンに冷たいんよな。マフィティフの件があるからなのかもしれないけど、なんか関係してるかもしれないけど。
まあ、それも今後わかるかもしれんけど、ちょっと優しくしてほしいな。俺が呼んだ二人はゼロゲートで待ってるはずだぜ。そうだね、君が呼んだ二人だよね。俺の紹介で呼んだ二人がなんか君の連れみたいになってるけど、まあまあええけどね、俺の友達待ってるからさみたいなノリ。行くとするか。まあいいですけどね。ザ・ホームウェイ。お、なるほどなるほど。じゃあ未来の故郷に帰りましょうか。わ、なんか暗。おー。ここで待ってたの？この暗がりで。やっほ、並んだ。どうも。ペーパーから強いポケモンがまさかいるって聞いてさ。あー、さすがです。それで来てくれたんですね。すげーポケモンと戦えるって教えたら秒で来た。さすがです。学校ではこううるさいだけだけど、頼りになりそうだよな。あはは。お？やるか？あんま怒らせないで、ろくなことないから。てか、ネモさん。ペッパー意外とレベル高かったから。ライバルとしてどうすか？俺は身を引くよ。ちょっとここで戦ってみたら？うん。周り精密機器とかめっちゃあるけど。気をつけて戦ってね。っていうか、暗いよ。すげえポケモンどこにいるの？ふふふ。悪鳥が戦闘民族に寄ってきてる。確かに変だな。前来た時は、電気ついてたんだけど。え？ま、でも電気はついてるやろ。後ろのパソコン動いてるし。うん。節電システムがあるんじゃないか？うん。エコだね。ヘイフトゥ、電気をつけて。お？ついた。ついたな。届いたな。なんで？俺の言葉が届いたやろ。ヘイフトゥ、電気をつけてって言えばいいよ。うちがやった。おー、なるほど。ボタンがつけてくれたんか。ありがとう。なんか、オートで省電力モードになってたっぽい。おうおうおう。やっぱりエコ。おう。ハッキングして、強制的に解除。さすがです。ああ !EV バッグがモフモフの。そう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 。それ今俺が貸してるの。モフ。名前ボタン。ちょっとそうそう、人見知りしちゃう子やから、うん。優しくしてあげて。話すのはじめまして。私はネモ。クラスは1の A。いや、ちょっと、ネモさんのこう、なんか大きい声にビクってなってるから。めちゃめちゃ構えてるから。ネモさん、あんまりガツガツいかないであげて。人とか、外とかにあんまり慣れてない子やから。機械得意なんだね。ポケモンシャバ好き？好きやらば戦おうとしないで。ネモさんの覇気にボタンが起用されてるから。ぐいぐい来るし。ネモさん、ボタンはこれから結構大事な役割を担う子やから、ストレス与えないであげて。あとボタンは頑張ってネモさんに慣れて。誰にも制御できないから。ハイテクに強いやつ、校長から紹介してもらった。あ？どういうこと？俺、紹介したやん。なんか、これはもしかしたら別に、終わってなくても普通に来てくれるんかな？なんか、俺紹介したのに校長に紹介してもらったことになって。ガランドの助けになるって声かけたら秒で来た。おー。ボタンは俺の助けになるって聞いて来てくれたよな。ネモさん、ポケモン勝負のために来たけど。ありがとう、ボタン。
冒険とか柄じゃないけど柄のに借り返さなきゃ。ああ、苦手なのに俺のために来てくれたんやな。ちなみにネモさんは俺のためじゃなくてサイヤ人みたいな理由で来たよ。約束は果たす。ありがとう。意外と硬派ね。確かにペッパーとボタンはこう2人とも意外とおっとりしてるから、気が合いそう。改めて俺はペッパーだ。好きなものはマフティフと料理で。お、その自己紹介いいな。俺も好きなものは頭取と機関砲とみたいな感じで、うちの子の名前全員言ってこうかな。生体認証確認中。生体認証確認中。お？ハローガランド、待っていたぞ。おう、父ちゃん。優秀な仲間を集めてきてくれたようだな。いや、どちら様なん？ちょっと人見知りやから、知らない人にいきなり話しかけられると何ってなっちゃうから。俺の父ちゃん、多分。やっぱりなんかペパは違和感感じてるんだな。なんか前の前ぐらいの時になんか本物かみたいなこと言ってたもんな。やっぱちょっとあの父ちゃんなんか変だよな。機械っぽいよな。なんか AI だよな。本物はもういないのか、それともなんか本物が最深部にこうなんか閉じ込められてて助けるみたいな展開なんかな。え、ウッド博士？学籍番号 805C001 ネモ。学籍番号 803B121 ボタン。そっか、ボタンの方が先輩だから数字若いんやな。いやもうこれは完全に機械やん。初めて会った時も俺の学籍番号言ってたな。来てくれて感謝する。博士、お会いできて光栄です。まだ会えてないですけど。こんな時でもポジティブ。細かいことどうでもいいんだろうな、戦えれば。うちらのこと話した。さすがだな、ボタン。冷静だね。そうだよな、もう顔見ただけで学籍番号までわかるのはちょっと違和感だよな。なわけあるかい。そうだよな。君たちにはまずパルデアの大穴に入ってきてほしい。右手に見えるエレベーターから下の部屋に降りられる。あのさ、父ちゃん。先へと進んでくれ。話ができない。ペーパーが悲しそうな顔してるんよ。そして俺もそれを察してちょっと悲しそうな顔してるんよ。なんかやっぱそうだよな。多分父ちゃんじゃないから答えられないんだろうな。多分お父ちゃんシステムは AI に組み込まれてないんよ。ペパ悲しそう。仲悪い？ボタンはそういうの気づくタイプ。仲悪いっていうか、多分もうそういうのシステムに組み込まれてないから普通に無視したんだろうな。 AI じゃ対応できないんだろう、お父さんとしての普通は。最終的にはこのエリアゼロを爆破して終わるのかな。ボタンどう？フトゥって人、昔有名だったし、昔。最近メディア出てないけど、やっぱり。メディア出れないんだろうな。対応しきれないんだろう。ネモさん、博士ってポケモン勝負強いのかな？どうでしょうね。ネモさん、ちょっとおとなしくしとくことだけ先に約束してもらえます？ペパ大丈夫？先へ進めってさ。せやな。い
やペパーなんか返せやな。でも多分お父ちゃんは多分最深部に閉じ込められてて、本物はちゃんと一緒におしゃべりできると思うよ。だからちょっと最深部に行こう。ああここカメラ使えないやな。せっかくみんな揃ったから記念写真でもと思ったんやけど、ダメですね。残念。先生ちょっと待ってボタン。今大好きなミライドン出すわ。ミライドンも出せない。ここ何もできない場所。ああここ何もできんや。大丈夫かな。こっから先回復する場所とかあるんかな。一応回復薬とポケモンボールは買っといたんやけど、大丈夫かな。ちょっと心配やな。あ、ちなみにポケモン集めをしながらちょっとだけレベルの底上げしてます。なので、あの機関ボートと踊りをレベル90にして、他の子たちもちょっとレベル上がってるような感じです。ちょっと戦闘は機関棒にしとこうかな。うん、じゃあみんな行こうか。うん、生体認証確認済み。オールクリア。おお、効果ゲート解放。おうおう、わあ、自動ドアだ。でもさ、何にでも感激しちゃう。自動ドアってそんな感激するものなの？ポケセンにもあるやろ。いや、遠隔で操作されてるっぽい。そんなのわかるの？すごすぎ。ここから外はエリアゼロの上空だ。ほぼガラノ、ミライドンは連れてきているな。あはは、確かにミライドン出てこないな。ボタンまでいるのに。お、なんか出たがらないよな。あ、ここで連れてきてないパターンあるん？連れてこないってできなくない？もう常に一緒にいるし。あ、乗ってはいないね。連れてきてないで。そんなはずない。生体認証は確認してるよ。あ、バレとるな。じゃあなんで聞いた？ごめんってみんな、そんな冷たい目で見んでよ。ちょっとおどけただけなの。ミライドンのライド技、滑空を使えば、え？エリアゼロへ降りられるだろう。え、エレベーターとかない？てか、ミライドン飛べんの？いや、飛べへん。あの、滑空やな。上昇は無理ですよ。下に着いたら連絡する。無事を祈っているよ。おも、強引なやつ。うん。いや、あの、それはいいんやけど。え？エリアゼロのポケモン楽しみ。早く降りよ。あ、おう。いや、降りるのはいいんやけど。え？あの子、怖いとかないんか。ないですね。うん。でも彼女は怖いですよ。俺たちも行くか。うん。いや、俺はちょっと、え？いや、みんな、あの、いや、普通にそこで待っとるけど、あの、うん。あ、ミライドン出せないな。ん？ミライドン全然出たがらないんやけど、嫌なんじゃない？出るの。大丈夫かな？だってボタンいるのにミライドン出たがらないんやで、ここ出たくないんじゃないかな。なんかトラウマある言うてたし。ちゃうね。俺、あの、君たち一体何で下に降りる気なの？俺のミライドンは一人乗りやで。え？それともあのミライドンにめちゃめちゃ往復させるってこと？あ、まあ、ミライドン負担大きいな。大丈夫かな？俺心配だよ。ん？これ何？何かを入れるためのコンテナが並んでいる。何を入れるためなんやろな。大きなコンテナ。昔は動いてたみたい。おうおう。まあ、そっか、エリアゼロで、こう、見つけた珍しいものとか入れるんかな。みんなが待ってる先を急ごう。おうおう。じゃあ先行こうか。じゃあ行こうか、みんな。あ、ネムさんは？あー、ガラナ、灯台より全然高そうだね。ああ、火じゃないぐらい高そう。じゃあな。あはは。ボタンは？雲しか見え。
何メートルぐらいあるんだろう。もうまあ、雲が見えてるってことはもう何千メートルだろうな。山の上だからな、ここ。ペッパーは？ガランド、腹はくくったか？これノーって言ったらなんか言う？お前の準備待ちだ。できたら言ってくれよ。わかりました。どうもどうも。ごめんな。行こうか。よっしゃ、わかった。行くぞ。あいつ出してくれ。出すのはええけど。俺の未来のは一人乗りやで。ふい。あいや。ああ、平気そう。匂い嗅いでる。あいや。どうしたんだろう。怖いんじゃないかな。は高くてビビってん。だら。ちょ。そっかそっか。待って、二人は無理。みんなで飛べば怖くないよ。意味わからん。ちょ、ミライドが怖がってる。乗れじゃないよ、めちゃめちゃ怯えた顔してる。イエハーイ。いや、ヤッホーじゃないよ。ミライドに。ミライドがちょっと怖そうな顔してるんよ。ただでさえ怯えてたのに、4人も乗せて無理やり隠させられてる。ひどいことする。ミライドン大丈夫かな？心に傷負ってないかな？すーごい。なんか、荘厳な雰囲気やな。あんな高いとこから。まあでも、そこまでではないな。また来ちまったな。ミライドン大丈夫？途中2回は死んだ。怖かったよな。ボタン意外と破天荒な乗り方してたからな。後ろ向きで乗ってたし。乗り方に問題があったんよ。ミライドンが怯えてるよ。何それ、高いところが怖かったの？それとも、この場所が怖いの？それとも人間に怯えているの？ごめんて、ミライドン。おい、ミライドンがトラウマを抱えてしまったよ。どうしたの？落ち着いて。どうしたの？大丈夫？落ち着いてほしいけど、落ち着いてってお前どの口が言うてんねん言われそうやし。どうしたのも同じことだよね。でもちょっと、どうしたのか聞きたいな。大丈夫？大丈夫かミライドン。よし、お前らのせいやって言ってるな。ごめんて、ミライドン。あと、俺すごく気になることが一つある。あの戦闘鏡の姿が見えない。ボールに戻っちゃった。自分からボールに戻ってった。これ相当なことやで。ボタンいるのに、ボタンにちょっかいかけないで。ボールにすぐ戻りたがるのも、ここが怖いんだと思うんだよな。そんな中無理やり隠させて、かわいそうに。どうせ腹でも減ってんだろ。マフィティフだったらそんな態度取らないくせに。もう、ミライドは俺にとってのマフィティフなんやから優しくしてあげてよ。そういや、生徒会長は。もう嫌な予感しかしないです。いやもう、ミライドンの心のケアに夢中になって、あの戦闘鏡を放置してしまいました。どうしよう、暴れてるかもしれない。嘘だろ、あの人。いないし、まさか、ねえ、みんな！エリアゼロすっごいの！何してきたの？早く行こう！多分来た方向にいたポケモン全部蹴散らしてきたんだろうな。特性、
マイペースな？いや、暴れん坊ですね。生体認証確認中。4名ともコンディションオールクリア。バイタルは正常な数値です。1ポケが心に傷を負ったけどね。無事に降下できたようだな。はっ、随分と快適な着地だったぜ。あ、もう未来ではトラウマを抱えたんよ。それはよかった。通じていない。ペッパー。ペッパーちょっと引いてる。現在、可能な降下方法は難易度が高いため心配していたのだ。もう多分AI には搭載されてないんよ。ブラックジョークに対応する能力は。バージョンアップを待とう。あ、この顔はなんかペッパー。父ちゃんだったら、今の俺のブラックジョークに気づけたはずって思ってるんかな。父ちゃん本来キレキレな人なんかな。嫌味通じてないし、あははは、ボタンもなんか感じてるものがあるのかもしれないな。ご心配ありがとうございます。そして何も気づいてないねも。素晴らしいバランスですね。これから最新部。僕の待つゼロラボを目指してもらうわけだが、うんほん。その扉は外部から4つのロックがかかっており、僕では解除できない。うん？これおかしな話だよな。だって父ちゃんでロックが解除できないってことは父ちゃん出れないってことやろ？ 4 つのロック。うん。君たちには途中に建造されている観測ユニットを4箇所巡ってもらう。なんかこう後ろのこうコンテナみたいなのか。その施設でロックを解除しながら進んできてほしい。わかりました。では、健闘を祈る。4つのロックか。ゲームみたいで楽しそう。あははは。それじゃ、エリアゼロの奥底目指して、いざ出発。あはは。回りました。キラキラしてるよな。ポケセン的なものはないよね。そうだよね。こんなとこにポケセンあるわけないよね。おー、なんかすごい荘厳な音楽が流れてるな。あ、みんな微妙についてきてくれてる。ほら、ほらほら、みんな微妙についてきてくれてる。微妙についてきてくれてる。わー、すごい。話しかけられる？でもさ、あ、ダメだ。みんな話しかけられない。あ、すごい。すごい。みんなが微妙についてきてくれる。ごめんな、俺ちょっと、そうそう、こういうのを見つけたかったんよ。おい。大事やから、みんな、こういうの大事やから。特に、ボタンとかはあんまり、ボタンちょっと遅れてるよな、やっぱ。うん、性格出てるな。誰よりも蘇生してついてきてくれるネモさん。その間ぐらいのペッパー。ちょっとゆっくりめについてくるボタン。性格出てるな。いこういこう。そしたらボタンはちょっとあんまりこう冒険とか慣れてないかもしれんけど、こういう裏側にね、アイテムが落ちてるんよ。だから、チェックして。みんなついてこれる？俺、ちょっと、ごめんね、難しいとこ通って。みんなついてこれる？すごい、ちゃんと、わー、ちゃんとついてくる機能がちゃんとしてる。もう外側とか。ボタンさすがだな。頭使って反対側から来たの。こんなことある。ピヨッリーは二人ともあるやん。何、君キツネにでも疲れてたの？お前俺の恐怖汲み取れたことないやん。終バス逃したら野宿だ。キムロ先生これ聞いたら泣いちゃうのでは。エスピッかぶるとそんなことしてくれんの？俺は今後このシートに縛られ続けるの。俺は嫌な予感がする。